はい、レオンチャンネルです。一番くじ関連で仮面ライダーの情報がいくつか更新されてるらしく、ビルドとガッチャードの情報が来てますよってすごいコメントに書いてあって、ほんとだ、一番くじ仮面ライダーガッチャードカッコ仮、あでも11月だって結構遅いね。それとビルド、一番くじ仮面ライダービルド、ビルディングアニューワールド、なんでビルドなんだろう。でももう来月すぐだ。その前になると D2 一番くじで去年の5月20日だから一番くじだいぶ空いたね。ビルドから見てみようか。これがオンライン販売、店頭販売、どっちもやるよってやつで、ただオンライン販売ね、前もやりましたけど結局微妙だったんだよな。普通に店頭で引いた方がまあ圧倒的にやっぱ楽しいというか、8月16になったら店頭で引こうかな。1回790円税込みで、ローソン、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、仮面ライダーストア、一番くじ公式ショップなどで、まあでも販売場所としてはだいたいいつも通りかな。これがまず A 賞オンディメンションっていう新しいシリーズか。まあでもこれまでも仮面ライダープラス台座プラスパネルのディスプレイ高等級ありましたよね。セイバーとかフート探偵とかボルテックフィニッシュの状態のエフェクトがここにあって、全一周20センチ台座背面パネル込みで、メインライダーのクローズ、グリス、ローグが映ってて、さらに火星かな、パンドラボックスとかボトルがあって、ライダーキック状態のビルドだけがリアルフィギュアで、あいいねこの真っ赤さ。エフェクトのこの白いところと爆発部分は一応台座扱いか。画像がプリントアウトしてあるパネルがあって、これナイトローグか、あとクソダサ T シャツとか、グリスの周りにはサンバカのタグなんかもありますね。オンディメンション、情念と情景はフィギュアを一つ上の次元へと導く、物語を呼び起こす立体造形と物語を描いた背景パネルが融合、次元を超越した新感覚ジオラマ型フィギュアがここに誕生で、まあでも前からありましたけど、これこれパーツね、カチャカチャつけて立体感あってよかったんだよね。でフート探偵の時がちょっとさっぱりめだった気がした。パワーアップしてるっちゃパワーアップしてるのか。見る角度によってかなり立体感の雰囲気が変わりますねっていうのがあったり、てか一旦等級全部見ていい？多分下の方に書いてあるね。 A 賞をオンディメンションフィギュア、 B 賞がブリステッドミュージアム、あこれブリスターのままめでるやつでしょ、まあ SNS で見たわ。それが BCDE とあって、 F 賞ロングタオル、 G 賞クリアポスター、 H 賞ラバーキーホルダー、ラストワンがオンディメンションのラビットドラゴンか。あほらほらこれこれブリスターのまま飾ってねってやつ。 B 賞以下の等級がこれで、ブリスターのまま楽しむ新たなベーシックスタイル、16分の1スケールのディフォルメフィギュアと洗練されたパッケージイラストが織りなす様式美。なんかさっきから大層なこと書いてあるな。ブリスターのまま並べて飾りたくなるクールでポップなコレクションシリーズ。あでもこれはこれでいいかもね。後ろ側が半剣画像になってて、複眼が光ってる。これ変身サウンドカードとかと同じ画像か。で仮面ライダービルドのポーズとか、あとはまあサイズ的には多分これまでのディフォルメフィギュアとスケールは合わせてあるんじゃないかな。でクローズでパッケージから出すもよし、出さなくてもここにね引っ掛けがあって、壁にかけてもいいよ、そのまま置いてもいいよみたいな、そんな感じじゃない。あほらほらほら、ここ足があるからさ水平に置けるんだよ。さすがそのまま飾ってねスタイルは考えられてるね。でグリス、ローグと、まあ、でもどうせだったらこれパッケージから出して4人並べたいところではありますが、このサイズのフィギュアさ、ビルド系は全部出たっけ。多分ポーズとかが変わってるはず。なので今回はブリスターのまま飾っておくのもありっすね。あーこれはいいシリーズかも。はい、ラビットタンク、そしてクローズビルド、あとはパッケージに入れておくと退色しにくいとかあるのかな。この手のものはちょっと色がね変色しちゃったりするんすよね。かっこええグリス、金ピカ塗装とかクリアパーツとか、
完璧だな。はい、ローグで色も変に省略とかされてないんで超クオリティ高いですね。あーかっこいいラビットドラゴン。あーしかもみんな最強フォームになってんじゃん。融合した地球とか新世界の地球、ボトルが全て揃ったパンドラパネル、クローズマグマで、プライムローグにグリスブリザード。あーいいね、これはいいね。でガッチャードの情報に切り替わりますので、まだロングタオルとかクリアホルダー、ラバーキーホルダーとか低等級の情報解禁は来てないんだね。じゃあガッチャードもこのまま見ましょう。まあでもこれ11月発売なんでまだまだ先ですね。2024年11月上旬発売、1回790円でビルドと変わらずで、ローソン書店、ホビーショップ等々でございます。 B 賞 A 賞は仮面ライダー、ガッチャード、スチームホッパー、マスターライズ、ソフビックスじゃないんだ。 B 賞全長23センチで、ギーツが前回一番くじフィギュアが結構残念な出来だったんで、あー今回はすごくいいけど、僕アーツのガッチャード好きすぎてさ、結局2体持ってんだけどメッキボディに見慣れちゃってるので、もうちょっとスーツに光が欲しいけど、でもあれか、アクションスーツのガッチャードって考えたらこれで正解なのか。かなりいいと思う。ギーツはもうサンプルの時点であーってなって、実物見てあーはーはーって感じだったもんね。マスターライズ、一切の妥協を許さない研ぎ澄まされた技の集大成、緻密な造形力、マスターと端麗な様式美、スタイライズの融合、一番くじハイクオリティフィギュアシリーズ。ほんとさっきから大層なことオーバーに書いてんのよね。あーでもすごいいいね。まあ、結局でも一番くじのデカフィギュア、僕大体どれもすごい気に入ってるんで、今もだってリヴァイもいるし、ゼロワンもいるし、ゼロツーもいるし、セイバーも良かったね。あーでもここクリアパーツ使いとかなんだ、すげーな。そして D 賞がガッチャードの BM スタイルだ、さっきのビルドと同じやつで、でもガッチャード自体がディフォルメフィギュアで発売されるのは、いつものこのサイズで発売されるのは初なので、むしろこっちが欲しいんだけど、ブリスタのまま楽しむ。でネクスト仮面ライダーイーズ、これは01ですね。01の BM シリーズも出ますよという感じで、別のシリーズなのか今回に入ってるのか。 A 賞キャラクター A マスターライズ、あでもどうなんだろう、キャラクター A がもしかしたらレインボーガッチャードとかそういう可能性もあるのかな。で B 賞ガッチャード、スチームホッパー、マスターライズ。C 賞キャラクター A ブリステッドミュージアム、あー BM か。で D 賞がスチームホッパーの BM、 E 賞がハーフタオル、 F 賞がアクリルスタンド、 G 賞がクリアポスター、 H 賞がラバーキーホルダー、ラストワン賞がキャラクター A ラストワンバージョン。うん、キャラクター A だから今解禁されてないもの。あーでもどう、ガブ、いやそんな早くガブ来る、どうなんだろう。でも11月発送だからガブ用意してたりするのかな。とりあえず今解禁されてる情報は B 賞と D 賞だけっていうね、謎の解禁状態なので、でもガブかもしんない。01、でも01どうなんだろう、01は前に出た一番くじでも満足してるからな。これこれ、もう4年前か、02のソフビックスとかね、これめっちゃいい、これ超気に入ってる、ずっと飾ってる。僕01より02のスーツの方が好きなんで、まあこっちも飾ってますけどね。前回のギーツがほらちょっとなんか顔大きくってさ、少し造形緩いじゃん、緩かったのよ実際も。まあでも最近こういうラバースタンドとか若干コスト削減路線に行ってた流れもあるので、今回のこの BM シリーズはいいかもね。って感じでこっちが8月、ガッチャとか11月で情報が来ておりますので、このリンクを貼っておきますが、また発売しましたら買いたいと思います。ただ、まあ、近くのコンビニでやってないよっていう人も非常に毎回よく聞くので、そういう方向けにオンラインで買えるのはいいっすよね。ちなみにオンラインはどうやって買うかっていうと、一番くじオンラインっていうページがあって、ちょうど購入を体験っていうね、こういうのがありますが、こんな風にくじを引くっていう風なボタンが出てきますので、ここを押して、そうするとこのボックスごとに
残り何枚みたいなのが書いてあるので、残りこんだけですよ、この中に自分の欲しいものありますかっていうのをチェックしてから購入みたいなね。で、購入個数とかを決めると、どの商品が当たりましたっていうのが出てきて、まあこれアカウントが必要なやつなんで、出たものが10日ぐらい経つと発送されるって感じですね。なので到着までちょいと時間がかかるのも微妙にネックなところ。僕は仮面ライダー系の一番くじはローソン店頭でやりたいと思います。では一応このリンクは貼っておきます。以上、レオンチャンネルでした。